これスポーティーなモデルということでお聞きしたんですけれど、夜あの DJ の時につけるのもいいかなと思いつつ、フェスとかがすごく合うかなっていうふうにちょっと第一印象では思いました。視認性が非常にいいなと思っていて、僕の場合はまあ、DJ っていう仕事柄、夜暗いところでも仕事するし、日中フェスなどで光のすごく当たる強い光の強いところでも仕事するので、視認性っていうのがすごい大事なので、その部分ではもうすごい100点満点かなと思います。すごいフィット感高いです。本当に結構 DJ って動かないようで動くのでブースの中で細かい動きから派手な動きまであり得るんですけど、すごい体の一部的なフィット感があるなと思いました。アナログにある過去の知恵とか技術っていうものが今体験するとなると、アナログの方が結構大きいっていうのがあるかなと思います。今、まあ、社会全体がデジタルトランスフォーメーションしていて、アナログであったものがほぼほぼデジタルに変わっていて、まあ、僕の生活自体もデジタルどんどん変わってるんですけど、結構自分で大事だなと思う瞬間とか、プライベートな時間っていうのは結構アナログで楽しむことが多いなと思っていて、時を刻む感覚がちょっとデジタルとアナログで違う感じがしていて、なのでちょっと大切な時間はアナログと共に過ごしたいなっていうのがあります。